平成25年8月19日、阿蘇市薬院原の下神社で火焚き神事が始まりました。このお祭りは阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民俗文化財に指定されており、農作物を早霜の害から守り、五穀豊穣を祈るためのものです。まず、的石地区で切り出された薪を、下神社近くの火焚き殿に運び、神職が起こした火で火焚き乙女が薪に火をつけ、ご神体を温める準備をしました。下神社で神事が行われた後、氏子らがご神体を神輿に乗せ、途中特別な聖地といわれる天神に寄ってから火焚き殿に向かい、ご神体を納めました。今年選ばれた火焚き乙女は、火がゴーゴー燃えて怖かったと感想を話していました。火焚き神事は木八の神話に由来します。立岩辰の御事の怒りを買い、首を切られた木八が恨んで霜を降らせ、その害に苦しめられた人々が毎年木八の首を温め、木八の恨みを鎮めたと言われています。今日でも8月19日から10月16日までの59日間、地元の小学生から選ばれた火焚き乙女が火を焚き、ご神体を温め続けます。